フォトルミネセンスのメカニズムブラックライト照射による蛍光物質のフォトルミネセンス光ルミネセンスとは物質が光を吸収した後光を再放出する過程である蛍光物質や蓄光物質に紫外線など高いエネルギーを持つ光を照射すると急行し冷液状態となるその状態から規定状態に戻ろうとするときに放出する光を呼び減少を言うすなわち 電磁波照射によるルミネセンスのことである。一方、半導体においても条件により PL が生じる。半導体は金星体よりも高いエネルギーを持つ光を照射すると熱平行状態よりも過剰の電子、正交体が形成される。それらが平行状態に戻ろうとするときの再結合過程において光を放出する現象を言う。ただし、 半導体を用いた LED は実用的にはエレクトロルミネセンスによる発光であり、また半導体を用いた PN 接合型太陽電池はフォトダイオードが光を吸収して電力に変換するものである。半導体の PL は性能の評価手法の一つである。ありがとうございます。